あとセレモニーもやっとくか、ついでに。はい。セレモニーやろ？ね。お店のセレモニーでしょ？うん。セレモニーやりましょう。うん。探します。はいはーい。よし。バッチ。ニーズ少ね。はい。タクシーのカシセロメトロンを行います。イェーイ、パチ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 。手届いてないやついます。はい。なるべく無人となった、ラブ二乗とだけど、皆さんの、おかげでだんだん盛り上がってたんだなもん。では、これ完成した、タヌキ商店を代表して、マキチとブキチの二人に挨拶をしてもらえたのも。それじゃあ、マキチとブキチ、一言ずつお願いされたのも。ラブ二乗との皆様、皆さんのご協力のおかげで、この立派なお店を込めることができました。はい、生口を二人で力を合わせて切り盛りしていきますので、田中翔太よろしくお願いします。いや、つぶきちもちゃんとね、言えるもんね、一人でね。偉いね。はい。そうだよ。多大な貢献をしたぞ。うん。そうだな。やったね！あーうん。でしょ？はい。はい、最後のあれ準備。よし。さあ、お見逃しなく。タヌキ商店完成の祝いと僕らの、ラブ二乗党のマサさんの発表を願いまして、いいよんパンあい。かわいい。なんでちょっとジェシカ、何ソーシャルディスタンスかなんだ気遣ってんのかはい。はーい。ちょっと、取れたかなちょっと微妙なので、リプレイで。ああ動画撮影できなかったしくった戻っちゃったからな、まあ、いっか。よし。あ？こっちか。これと？もう64も、レシピがあんのか、今。うん。こんなもんだね。よし。これも、ちょっと回収しといて。じゃあ、行きますか。枝も拾っとこう。王子建設キットを3件分、もらってるので、それをね、まあ、だから自由に次の住民のお家の場所を決めてくれと、いうことですので、ちょっとその前に、果物を取ってきます。よし、これで最後と。化石も置かないと。ちょっと化石移動しますよ、こちらに。ポケットの中の化石をポイと。で、斧じゃない、スコップ持って、そうね。ちょっとここら辺はいいとして、奥側から行きましょうか。ここら辺だね。ここら辺を持ってっちゃいましょう。なんで？よし。はぁ？切れそう。よし。きー。これだけ開けてればいいかな。力が有り余ってしまった。どうしようか。じゃあ、後で考えるか。まず、2人目の住民は、よいしょ。ここら辺にしよっかな。ビーチ。かな。15。でかっ！こんなでかいの？ギリギリだったな。これてってん。よし。あ？うん。はい。もしもし。順調順調。うん。はいはいはい。奥用の家具はボックスに入れて、奥用の家具はまあ適当にバラバラにしとけど。はい。はーい。じゃあね、2、3と立てていきましょう。ここが、待って、ここが起点だから、ここじゃなくない？来るか。起点となる、ものを。これを書き換えて、まず一回透明にしよう。よし。で、次は、四角ツールで、まあ、赤にしとこう、見やすいように。ここ。
そしたらこれが真ん中っていうのがわかるから、これで OK。丸の絵文字なかった記号。言って丸じゃなくて四角か。これだな。よし。OK。これを地面に貼って、中心を、見定めて、そこに、こう起点として、建物を置いていきましょう。ここで想像してみっか。あらー、画面が近すぎたか。逆にこっからだとどう？あー、ダメだ。そう。積むか。しょうがねえな。ここにするか。よし。後ろのキー邪魔かな？はい、か。うん。よし。3軒目をどうするかなんだよな、問題は。てんてんてん。まあ、どうせまた島クレーターで、いろいろいじりくるだろうから、まあ、あんま考えなくていいか、今。うん。はいはいはい。何？どうした？あ、あ、お花！だけ、ああ、それそれそれ。それ欲しかったよー。止まったか。力あり余ってか、ちょっとこの木を引っこ抜いてしまうか。よし。で、ここに立てるか。案件目は。お、物が。ないな。こっち側にずらすか。そんなでかくなんないのに、なんでこんな幅取るみたいなこと言うんやろな。よし、ここで、OK です。もう当初の言ってただいぶずれたけど、まあいいや。はい。というわけで、マイル。出会いと。このもんかな？で、はしごを作るようになったはずなので、ちょっと上を登ってみましょうかね。ん？なんで？よし、私も観光観光するよ。はしご、はしご。あー、来たよ。ついに来たね。いや！違う。お気にリングも整理しましょう。ここスコップがいいの。早速上に行きましょうか。さあ、針葉樹。そして雑草まみれ。そして一番上の高台。飛んでったなんか、カマキリかな。なんで？これ取った？これ取ったか。いいね。この自然を守っていこう。おーおー、ここが源流か。これだね。よし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 。島の地形を見てみようか。うん。家はやっぱあれだなぁ。真ん中に集中するか、この状態だと。どうすっかなぁ。川の流れ変えるのもちょっとな。じゃあ、お湯は考えましょう。とにかく上にこうやって登るようになりました。おめでとう。よし。よいしょ。あー、雑草はちょっと後で処理して。あ、化石もなんかいっぱいあんな。ちょっと掘っておくか。大事だからね。竹上でもいいかもな。針葉樹と入れ替えで竹にしちゃう。あー、でもその後竹取りにくいね。あ、いっぱいなってたか。入れ替えるにしてもよ。もう一回見とくか。すまない。また後でな。ちょっと物をじゃあ置いてくるか。うん。木が多いんだね、木がね。うん、木入れすぎなんだね、ゲットに。あれだなぁ。なんか、職人上も同行したい気持ちもあるんだけど、なるべく自然を崩したくない気持ちもある。難しいなぁ。やっぱ半分ぐらいかな。半分半分。開拓するところとあんまり手をつけないところを区別しておきたいよね。とりあえず終わった報告をして、まあ、一区切りかな。設置はしたよ、設置は。うん。
じゃあ何すればいいで。うん。はい。じゃあ確認すっか。一号っていうのを見れば、攻略本にね、載ってるんで、何が必要なのかっていうのが。だいぶ離れちゃったな。何が必要かな？中身を見よう。梨のクローゼット、ノー、梨系か。あつ森のクソ分厚い攻略本を引っ張り出してきたんだけど。あったあった。これちょうど挟んであるわ。パターンが A と B とあって、梨のクローゼット、亀があるんであれば、一応、じゃこれでしょ。で、トトキ。石のスツール、石系だからパターン A だな。だからこのまま行くと、2号地がアイアンガーデンチ、アイアンガーデンテーブル、スーバーコ、3号地がマルタナダイニングテーブル、マルタナベンチ、木製のポケツすごい変え方しちゃったな。木製のポケツはちょっとあれだな。ちょっともうちょっと頑丈にしてほしいよな。屋外用。バケツね、バケツ。うん。あれパターンは？あ、またはなのか。決まってるわけじゃないの。別にこれ意味なくね、この。なんかパターンがさ、A と B で書いてあるからさ、決まってんのかと思ったけど、そうじゃないんだ。あ、室内用はそれぞれの島で固定だけど？うん。あ、そうか、室内用が固定で、もういいや、もう、見ればわかんだからよ、もう。なんでも。見て作ればいいんです。屋外用は、マルタのテーブルうんちゃらかんちゃらと、木製シングルベッド。よし。まあ、作ってぶち込んでおきます。にしたってこれをちょっとね、先にどうにかしないといけないんでね。今日のところはここらで終わりにしよっかな。よいしょ。また次、進展があり次第という感じですね。化石も大量。家帰んのもあれだし。家から丸してても、ちょっと家帰んないと、木の処理ができないから、ちょっと家帰ります。よいしょ。コンコンコン。じゃあ今日終わりです。バイバーイ。